ペドロ2世は、アラゴン王及びバルセロナ博。アルフォンソ2世とオ王ヒサンチャの子。ローマで教皇に体感してもらったことから、カトリック王と呼ばれる。カタルーニャ5名では、ペラ2世。1196年に即位した時、母方のいとこで、父の名友だったカスティーリア王アルフォンソ8世が、レオン王アルフォンソ9世と、ナバラ王サンチョ7世に、東西から攻撃され、 苦境に立たされていた。前年に、ムワッヒド町にアラルコスの戦いで大敗したことが背景にあったが、ナバラと国境紛争を抱えるペドロ2世は、アルフォンソ8世を支援、1198年にアルフォンソ8世と共に、ナバラへ進行、三朝7世をカスティーリャに屈服させた。1209年、対ムワッヒド町へ十字軍結成を考える教皇。 インドケンティウス3世の意向を受けたトレド、大司教ロドリゴ・ヒメネス・デラダの仲裁で3朝七7世と和睦した。1210年からレコンキスタに力を入れ、バレンシアの国境要塞をいくつか奪い、翌1211年にアルフォンソ8世と会見して、ムワヒド朝に対するカスティーリアへ協力を約束、1212 12年にアルフォンソ8世。 三蝶七世と共にナバスデトロサの戦いに参戦、ムワヒヒド朝、アミール・ムハンマド・ナーシルを打ち破った。しかし、フランス南部の領土をめぐって、フランスの諸公と対立し、シモン・ド・モンホールに息子、ハイメを差し出すことで戦争を回避しようとしたが、結局はアルビジョア十字軍と正面対決することになる。1213年、トゥールーズ郊外ミュレの戦いにおいて戦死した。 無謀にも自ら先陣を切って敵軍に突撃したと伝えられ、後に、彦の背ハイメ世は狂気の沙汰だと記している。母が埋葬されている、紙兵な修道院に埋葬されたが、異端としてその場所は、墓地エリア外とされた。1217年2月、代代わりした教皇ホノリウス三世により以外は、修道院内に移送された。その場所は、母の棺の隣であった。 1204年に、モンペリエ領主義レム八世の娘で、女子相続人のマリアデ・モンペリエと結婚した。マリアの母は、ビザンツ王女エウゾキアであり、マリアは、この結婚の前に二度の離婚歴があった。一難を設けた。ありがとうございます。